びっくりした。急に切断されるんだもの。結局あの時ログインしてた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされる直前にはもうほとんど誰も残っていなかった。そういえばさっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果、サーバーの不具合だって。他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しいよね。すぐに復旧したからよかったけど。 VR ゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。大型アップデートでプレイヤーが激増でもしたのか。その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模サーバーでも運営できる仕様だもの。システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性がありますよ。ああ、運営あるあるだね。人が管理している以上、ミスは必ず起こりうるし。個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど、今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか。セブンに頼めばきっと協力してくれると思います。そうですね。ユーザーとしてログインしている以上システムへのアクセス権限はありませんが、外部から調べることは可能です。私も手伝うよ。ザスカーの情報を覗いちゃう？ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC からアクセスしているんだし。大丈夫。人が定めた法律やルールは守ります。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーッと狩りに行こうよ。行く行く。ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。
こうやって全員集まるのもそんなにないし、今日はこの前の分も遊んでいきたいな。オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行くかは途中で相談して。ちょっと待ちなよ、リーダーの意見を聞かないと。リーダー？ああ、キリトさんも参加できる？もちろん。だけどこのスコードロンのリーダーって。のリーダーに登録されているのは確かにあんただけど、ここはキリトさんやゼリスカさんたちトッププレイヤーがいるんだから。別に気にしてないわよね、いつもこんな感じなんだし。それはおかしくないかい？君はもう名実ともにトッププレイヤーなんだ。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入っている。もっと君が積極的にリーダーシップを取ってほしいな。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。クレハと二人三脚でいいコンビだと思うけど。みんながいいならそれでいいさ。ただね、少しどうかなと思っただけなんだ。イツキさん、それって私の力がこのスコードロにふさわしくないってことですか？どうしたのクレハ、そんなことは誰も言ってないわ。言ってないだけなんてね。イツキさん、クレハ、あなたは十分強いわ。だからそんな自分を否定するようなことは言っちゃダメ。シノン君、力にこだわっているのはクレハ君の方だよ。真剣な人をおちょくったのはあなたでしょ。ああ、それは謝るよ。すまなかった。むしろ僕はリーダーは強さだけで選ぶのかと問いたかったんだ。え？そんなわけないでしょ。だけどそうね、リーダーの基準なんて考えたことなかったわ。自然にそうなったというか、いつの間にかみんなの中心になってたものね。最初は本当に初心者だったのにさ、あっという間に頼れる存在になったよね。そうなんだ、みんなそんな風に思ってたんだ。だろう？カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど、君は特別な存在なんだと自覚した方がいい。特別。ねえ、あんた、自分が特別だって言う？
なの答えになってない。私はあんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？私と決闘しなさい。私は強いの。あんたなんかよりずっと。それを証明するわ。あんたのゲームスキルが高いのは分かってる。だから手加減なんかしたら絶対許さないから。私だって今はこんなこと話してる場合じゃないよ。私自身の力で一番にならなければならないの。 GGO に名前を刻むのはこの私なんだから。当てる。
スファイトよ、クレハちゃん。こんなに強くなっているなんてびっくりしたわ。ああ、さっきも言ったけど、クレハ君の腕前はトッププレイヤーに劣らない。リーダーがその上を行っただけさ。増長なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私、ソロに戻るわ。フレンド登録も削除する。リアルのメアドにも連絡しないで、しばらく一人になりたいから。みっともないと思う。分かってる、あんたはそういうやつじゃない。でも私にはそれが辛いの。あんたのそばにいると自分がますます嫌になる。近づかないで。ランキングに乗る程度では何も残らない。誰も覚えてなんかくれない。数あるトッププレイヤーの一人、そんなものになる意味はない。私はもっともっと強くなるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。残念だけど、すぐには難しいと思うわ。クレハちゃんにとって譲れない部分だと思うから。なぜそれが一人を選ぶことになるのですか？仲間はとっても大事なものです。他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。恋人とか家族とか名誉とかお金とか。いっぱいありますね。びっくりしました。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから。なのに今のクレハはとても辛そうに見えるのです。どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか？笑顔になってくれるのでしょうか？そうね、ゲームは楽しむものよね。私もそう思うけど、そうじゃない人もいるの。あなたなら知っているわよね。
クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。クレハちゃんもね、あなたにそんな顔をさせていること、もう少し自覚すればいいのに。では、クレハは当分戻ってこないのですね。それは寂しいです。悲しいです。レイちゃんは優しいいい子ね。もちろん、私も早く戻ってきてほしいと思っているわ。他のみんなもね。でも、今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録を消されたら連絡手段もないし。ええ、あなただけじゃない。私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。しつこいのは嫌われるわよ。さっきも言った通り、これはクレハちゃんの問題だもの。今追いかけても逆効果よ。本当に会いたくないからフレンドすらやめたんでしょうし。そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、 SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。ごめんなさいね。そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。少なくとも私は必ず戻ってくるもの。用事がサクッと終わるよう祈っていてちょうだい。忘れないで。あなたの一番のパートナーは私なんだからね。
さかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ去ってしまうものなんだよ。引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだと。少しは前のスコードロンに顔を出せとパイソン君がうるさくてね。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも気軽に僕のホームまで遊びに来たらいい。僕は彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。まあ守れないことは言いたくないし、だけどそうだな、僕はいつでも君のそばにいるよ。それだけは約束できるかな。僕は決して君を裏切らないなんてね。どう？かっこいいかな？では失礼するよ。マスター、なんでみんないなくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。そして何より寂しいです。